ということがありましてですね。それから僕に付きっきりになって、離れなくなって、もうお婿に行けない。なんで、ラッキースケベは男の特権のはずじゃあ。昨晩で私たちはお互いを知り合った仲になったので。変な言い方すんな。知ったのはそっちだけだろ。とりあえず、この人しかいないと、私の体がそう言ってる気がするのです。気のせいだ。煩悩と本能に身を委ねすぎだろ。放射さん、違うんです。とりあえず一時的な気の迷いなので。もうこれ以上わけもわからず女性に好かれてたまるか。というか絶対ここで何とかしないと面倒ごとになる。そんな気がする。あなた、そんなにあの子のことが嫌いなの？いえ、見た目はドストライクです。ですがそれとこれとは話が別なので。へえ、ちなみにどこが？淡い金髪に、肩くらいの長さの髪、肌の白さとか。ならいいじゃない？はじめまして、私は天野絵宝か、あなたの遠い親戚になるのかしらね。私は天野絵奏と言います。七曜教会の養子です。知ってるわ。それで奏さん、もう確か二十歳よね。就職先とか決まってる。いえ、ですが困っている人を助けたいので、できればパトさんのやっている復興の慈善活動を共にしたいのですが。なら私が手伝ってあげる。名字とか変わるけどいいかしら。名字ですか。天野絵はあまり捨てたくないです。それは無理ね。天野絵は名乗ってはいけない。でもあなたの望む名字にしてあげることは可能よ。それならちょっとお願いがあります。ただでさえ、ことかともまともに時間を作れてないのに、次から次へと増えられても困るんだよ。まったく。その気持ちは嬉しいですけど、せっかくの行為を無下にするのは。ことかだって、付き合って数日経つのにあれから二人の時間とかないんだよ。もっとことかも止めるべきだよ。奏さんは私が原因でもありますからね。何も言えないんですよ。危ないわ。あなた昨日のこと忘れたの？狙われてるのよ。なのに。ですが、私が天野絵である間に行きたいんです。あなたなら知ってるはずですよね、場所。どうしたの？いきなり大きな声を出して。私は両親の墓に行きたい。どうしても。昨日誘拐されているのに。ですが、私が天野絵の姓をやめるときは絶対に自分の両親に会いに行く。だからずっと私は天野絵と名乗ってきたんです。ちなみに両親の墓ってわかるものなの？三重県にあるわ。そこが天野絵一族の本拠地だったから。昔、大量殺害をされた犠牲者の墓を天野絵跡地に置いてある。三重？東京から三重まで片道6時間。そこから天野絵村まで1時間。今は朝7時だから明るいうちに行くなら10時までに出ないと。もう相手もこの子の存在に気づいている以上、のんきにしていられない。この子の条件を飲むしか。わかった。だけどその後はちゃんとさっき言った通りにすること。それが約束できないのなら私もあなたのわがままに付き合う筋合いはないわ。約束は守ります。私のためというのは理解してますので。そう、なら来なさい。10時には東京を出るわ。その前にあなたがお世話になっている人から書類をいただかないといけないの。待ってください。今から三重に行くんですか？そうしないとダメなの。10時までに七曜教会から書類をもらって、10時には三重に出て、明日までに帰ってきて、役所に行って戸籍を変えたりといろいろ手続きしないといけないの。本来なら申請後から10日くらいかかるけど、私のツテで即判断させて明日にでも天野絵を捨てさせないといけない。じゃないとこの子はずっと命を狙われるのよ。悪心境にね。彼女も三重の約束さえ守れば全て了承すると言ってくれてるの。時間がないから文句は後にして。わかりました。なら俺の方からも応援を出します。意外ね、止めないのね。そんな話じゃないんでしょう。なら協力しますよ。思ったより理解があって嬉しいわ。それで誰を貸してくれるのかしら。どうせですし、そのまま一緒に行きましょう。私が三重までボディーガード。ああ、一応大会が終わってるかなに今回の件を頼みたいんだけど。話は理解してるけど、効果はそれでいいの？あのバハート隊長と互角にやり合ったのは知ってるわ。むしろ心強いわ。互角じゃない？カナの方が強いよ。何せ俺が信頼する大事な子だからね。カナは能力の都合上どうしても手を抜かなければいけなかった。でもそのハンデの中バハートさんをあそこまで追い込んだんだ。俺はカナなら安心して命を任せられる。そんな子だよ。それにカナ、俺はカナに自信を取り戻してほしい。俺は信じてる。やってくれるか。そこまで言われたら。すごい信頼。パト君がそこまで言うほどなんだ。ロイド先輩もカナさんを2回戦に進めたくらいだし、きっと大丈夫ね。その話、月下ちゃんも同行させてもいいですか？今月下ちゃんは従属を失っている状態、いわば月下ちゃん一人の状態です。今彼女に必要なのは、この実力、己のスタイルをしっかり理解してほしいんです。もちろん何もなければそれでいいです。気分転換させたかったですからね。月下ちゃんとは一度スイスで一緒に異変解決してるから問題ないけど、なら、こっちでカナと月下の準備とカナデさんの面倒を見てるから七曜教会に行ってきてください。
すごく助かるわ。それじゃあ準備をよろしくお願いね。さて、何事もなければいいけどな。ご主人、真を呼んでもらっていいですか？いいけど、どうするの？真の戦い方を月下ちゃんの参考にさせます。想定外だったな。まさかこのタイミングで天の絵効果が来るか。実際に近くで見ると、何このうさんくさい気配。先ほど連絡した天の絵効果と申します。いきなりの訪問のご対応感謝します。はい、私が七曜協会責任者のキリア・ヘイリオスです。今回は奏での件でお伺いしたいとのことですね。立ち話もあれなので中にどうぞ。それで奏の件というのは用紙に加えるということでしょうか？そうね、こちらで必要な書類は全部持ってきています。確認していただければ。お前がどっちになのは必然だよ。売れ残りが、偽名か、押し付けるか、両方とも指摘してこんな書類突っ返してやるわ。これこれ、揺さぶってやるぞ。あら探し大好き。おやおや、ここの名前、あなたとは違うみたいですねー。楽しい。このまま書類のダメ出しして、怒ったふりして追い返して、両方手段できたらお前が犯罪者、そして大義名分で痛めつける。社会的にも肉体的にも痛くってやるよー。書類をしっかり最後まで目を通してください。間違っていませんので。養子保護者、は、指揮等や、と、指揮令か。私は親族として代理としてここに来ている。もちろん代理証明書もある。何も問題はない。天の絵奏でを指揮奏として迎え入れる。審査項目も十分満たしている。断る方がおかしいと思いますけどね。別に断るなんて言ってませんがね。さすがに書類の抜けを出すようなバカはしないか。でもまあ、奏では私にとっても毒虫作戦で使うお前を釣るための大事な餌。ホイホイと渡すわけにはいかんのよ。毒虫計画決行が8月頃、今は7月中旬と考えれば書類審査や私が数日準備として時間をかければギリギリまであいつの手に奏が行くことはないわね。わかりました。では私だけで経営している個人なので、書類を揃えるのに時間がかかるのですが。ああ、了承してくださったならまず書類に印鑑証明をお願いします。仕事柄口約束は信用できないのでね。見てつかない女、殺せるならこのまま殺してしまいたいわ。少々お待ちを、すぐに戻ってきますので。やっぱりあの人怪しいわね。それにわざと長引かせようとしている。これはちょっとファルドラ隊長を使うか。ファルドラ隊長、お休み中に悪いんだけど、七曜協会のハッキングと個人名簿、手続き書類があるか調べれる。できますけど、まさか棚にあるものまで。当たり前でしょう。あるならワンコールしてきて、なかったらそのまま無視で。今回は私も面倒事をする時間がないんでね。要件だけ済ましたら今日までは勘弁してやる。印鑑持ってきましたが、書類は準備に時間がかかるので、そこはご了承願います。そう、ならいいわ。今日奏の要望で故郷に連れて行きます。昨日の件は知っていますが、奏さん本人の要望なので、私が全責任を持って保護します。ふるさとですか？どこまで行くつもりですか？何日も連続で無断の外出は控えていただきたいのですがね。三重県です。安心してください。明日の朝には帰ります。私も東京に用事があるので、あまり三重に滞在はできませんので。もう午前9時ですか。キリアさん、まだ時間ありますので、書類をまとめてもらっていいですか？聞いていましたか？書類には時間か。全部必要な書類はあるはずよ。いえ、ないのはおかしいですよね。保管しています。が、それらの準備に時間か。今あるもので結構です。そこから修正が必要なら行いますので、全部出してください。待ちますので。強引すぎるだろ。いや、焦ってるのか。今すぐにでも奏を引き家に入れる必要があると。いいだろう。釜かけてやる。あなた、昨日の誘拐犯と共犯ではないですよね。そこに私の身分証明書のコピー渡したでしょう。むしろ犯罪者を捕らえる側ですよ。ねえ、キリアさん。僕に釜かけてきやがった。いつでも権力使ってお前の荒探ししてやるぞ。って書類を出せなければアウト。沈れば目をつけさせるか。そこまであの餌が欲しいか。天の絵効果。確認ですよ。昨日の今日ですからね。用心するに越したことはないので、お気を悪くさせたなら申し訳ありません。いえいえ、私も少々言い方が悪かったですね。それではお待ちしておりますので、書類をお願いします。わかりました。少々お時間をいただくと思いますが。いいぜ、天の絵、そこまで強気なら奏では今くれてやるよ。1ヶ月後がお前の命日予定だったが、お前だけは今日誰よりも早くに私の手で殺してやるよ。見えか、道中何もないといいな、天の絵。
目の前で奏での命を天秤にかけられたお前はどうあがくんだろうな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。